本番いきます。よーカメラ OK、 オーディオ OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、カントラウの監督です。レトロな音楽プレイヤーのトレンド化をコンセプトするタイムが CD プレイヤーの機能革新。はい、というわけでですね、こちら商品提供させていただきました。2023年出たばかりの最新商品となっております。ざっくり言いますと3つ。1、スピーカー搭載の CD プレイヤー。2、Bluetooth スピーカー。3、CD コンポ。この 3-in-1 CD プレイヤースピリットを紹介させていただきます。開けていきたいと思うんですけども、箱もおしゃれでございます。オープン。スピリッツ本体にはこういったものが入っております。いきましょう、こちら。はい、おお、もう白で統一されたデザインいいですね。こちらが本体でございます。はい、はい、こちらが本体でございます。タイのまずこの洗礼されたデザイン、スタイリッシュです。そしてこちらがスピーカーでございます。はい、ドッキングしていきたいと思います。はい、白を基調としてたまにグレーが入っていて、どんなインテリアにも合うと思います。で、特徴としては先ほどもやりました分離できる、はい、このロマン最高です。下からの上ですね。はい、そして操作部はこちら、厳選された4つのボタンと1つの回線ノブで全ての操作が完結というわけでですね、余計なボタンを省いておりますので、お子様からお年寄りまで簡単に操作することができます。はい、そしてですね、こちらここです。で、これ立てかけることもできるんです。このような形で傾斜をつけて可能となっております。ありがたい。場所を選ばず小さなテーブルなどちょっとした一角に置くことができます。そしてここ透明なカバーがついております。開けますと、お、結構厚みがありますね。今こちら紙のものがこんな感じです。見てわかる通りスケスケ CD プレイヤーでございます。というわけで CD の中に入れて回ると見た目も楽しめちゃうというわけですね。自分の家にある CD6 枚あるので、まずはエントリーナンバー1番ラバーズソウルの CD。 さあこの CD が、おお、いや、おしゃれ。これ、いや、好きだわ、これ。続きまして、ベスパクマメロでさ、どんな感じ？あの、おお、かっこいい。かっこいい。ベスパクマメロ。いいね。またまた、ベス、見て、見て、これ。HKT48。わーお。リードの模様の、これはちょっと、あまり、映えない。はい、ではここからですね、冒頭でお伝えしました3つそれぞれですね、詳しく紹介していきたいと思います。まずは1つ目、スピーカー搭載の CD プレイヤー、分離します。はい、こちらを紹介していきたいと思います。ドッキングしている場所ですね。こちら CD プレイヤー本体だけでも利用することができます。この中に CD を入れます。今回はですね、曲を入れた CD をセットしていきたいと思います。はい、今バッテリーがなかったので付属していますこちらタイプ C の充電ケーブル、こちらと自分で持っているモバイバルバッテリーですね、これは用意しましたが、充電しながら利用することもできます。差し込み口なんですがこちらでございます。この一番端でございます。これにつけます。ここが電源ボタン、長押しです。はい、液晶パネルです。電源が、お、そして本体が再生し始めました。この CD プレイヤー本体なんですが、こちらはスピーカーが内蔵されておりませんので、これ単体では聞きません。ですのでこちら今充電してるんですけども、この隣にあります 3.5 のイヤホン端子ですので、ソニーの MDR7506 で、音質はどのような感じなんでしょうか。で、 CD プレイヤーを再生中はですね、このプラスのボタンを長押しすることで音量が上がっていきます。プレイヤー部分ですね、ちょっと残念な点はですね、白ベースなのでちょっと色が薄いというところ、ぼやけた感じがしてる部分が確認することはできます。そしてこの CD プレイヤー、一番大事なのは音質。というわけでこの後ヘッドホンとイヤホンで音を聞いていきたいと思います。うんうんうん、あ、いいちゃんと重低音も聞こえる。はい、続いて安い、多分100均で買ったイヤホンで聞いてみたいと思います。あ、めっちゃいいね。はい、というわけでですね、音質はこの100均のイヤホンでも全然普通にいいです。続きましてですね、音質の次に大事なのは本体ですね、バッテリー内蔵というわけで、持ち時間なんですが 2000mAh リチウム電池で約 4.5 時間連続再生することができます。なお、バッテリー 20% 以下になるとパワーランプが点滅してディスプレイにもローと出ます。充電仕様は 5V2A、 こういった5枚バルバッテリーで充電しながら再生器として使うことができます。
はい、では続いて2つ目、こちら Bluetooth スピーカー。先ほどの本体とドッキングして使うこともできますが、こちら単体で使用することもできます。まず見てください、いい感じに四角い長方形の四角さ。こちらがスピーカー部分で、裏側ですね、ドッキングする部分ですね。はい、このような形になっております。このつまみで音量のボリュームを調整することができます。そしてこちら同じこのスピーカー単体でもバッテリー充電することができます。ではこちらもですね、バッテリーが入ってないので充電しながら見ていきたいと思います。充電しますと、じゃあ赤くなります。充電中です。まずこちら単独使用ができます。持ち運びに便利な小型のサイズ、大きめの iPhone14 と比べましてかなり小型です。スマホサイズなので軽いです。これくらいですね。カバンですとかミニバッグとかにサッと入れることができます。 Bluetooth 搭載のスピーカーですということですので、こちらにですねイヤホンをつける穴はありませんので、あくまでも例えばスマートフォンから音楽を送信してこちらで聞くというタイプの Bluetooth スピーカーとなります。 Bluetooth なんですけども、送受信双方向可能な Bluetooth5.3 です。様々なデバイスと組み合わせて使用することができます。ちなみにこの 5.3 なんですけども、数値が上がることによってですね機能が増し増しになっておりまして、ちなみにこの 5.3 なんですけども、大幅に消費電力を抑える Bluetooth Low Energy というものが採用されております。 Bluetooth 接続、今回ですねスマホに音楽が入っていますので接続をしていきたいと思います。シンプルに Bluetooth 接続です。なんで煩わしい設定とかインストールは一切不要です。お手元のスマートフォンの Bluetooth 機能をオンにしまして、一旦オフにして、改めてオンにします。そうしますと、あ、来ました、ピリッと来ました。もうシンプルです。 Bluetooth オンにしてこのボタンをですね長押ししますと、接続コードが、おなんかカラフルにいっております。はい、というわけでスピリットをタップ、どうぞ、よし、繋がりました。はい、接続済みになりました。では早速聞いていきたいと思います。はい、監督ラボの YouTube の音がいい。こいつがおすすめ紹介するぞ。エンディング曲、何に使うんでしょう。はい、というわけでですね、まず聞いた感想を率直に言います。めっちゃいいです。めっちゃいいぞ。いや正直ね、期待しなかったんだよ。アーティストの声の生音も音もめちゃくちゃこだわってる。かなり素晴らしい性能で、細かい音とかも見た目以上にすごい。仕様を調べてみますと、 1.5 インチのフルレンジスピーカー、60分の30、金属低音振動板で原音に近い音を再生、強力な低音から高音まで逃すことなく表現というわけでですね、こちらぜひね聞いてほしいんですけども、正直この見た目からはめちゃくちゃいい音が出てます。そしてこちら Bluetooth 転送はこちらの iPhone などの ACC コーディックと組み合わせることによって、より良い音質を体験することができるというわけで、これ本当おすすめです。はい、というわけでですね、こちら今 Bluetooth スピーカー紹介していただきました。最後3つ目、 CD コンポ、先ほど紹介しました素晴らしい音質のスピーカーとこちら本体を合体、最新の磁気吸着機能を搭載、簡単に脱着可能です。分離させるときはここのボタンを押しながら、はい、本当に軽い力ですね。両手必要なんですけども、はいはい、ここの端子をくっつけることでつなぐことができます。この下からこういう風にしてカチャンと、はい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 、こんな感じです。これね、音フェチはたまらないよ。先ほどの CD プレイヤーと Bluetooth 機能が合体しまして CD コンポに早変わりしました。この状態が完全体となっております。インテリアとしても本当にいい商品だと思います。でこの再生中なんですが、接続しますと自動的に CD が回る仕様となっているようですね。再生中は磁気吸着接点を介してデータの送受信が行われます。バッテリー内蔵されてますので 4.5 時間持ちますので、モバイルバッテリーを持っていくことによって外でも長時間音楽を聴くことができます。今回こちら、はい、紹介させていただきました。改めてですね、こちらスピリットをまとめさせていただきますと、使い方は変化自在、時、場所、気分に合わせて変身できる CD プレイヤーとなっております。本体に関しては基本はこうなんですけども、横にこうやって置きながら音を流すこともできます。スピーカーは上向いてます。こういう感じで上に広がるような形とか、あとはこのスタンドをこうやって置くこともできますし、仕様としてはまあこういう感じでも置けるのかな。はい、
というわけで、家でも外でも場所を選ばずに音楽を楽しむことができる CD プレイヤースピリット、特徴としてはデザインね、めちゃくちゃおしゃれ、かつ想像以上にクオリティが高いこの小型スピーカー、そしてなんといってもロマンあふれるこの分離 CD プレイヤーと Bluetooth スピーカー、分離することができます。例えばですね、使い方としてはですね、一人がこうやってね CD プレイヤー本体で音楽 CD を流しながらこういった有線接続で音楽を聴いている、そしてもう一人 Bluetooth スピーカーでスマホの音源を聴いて楽しむ、そういった別の空間でも分離させて使うこともできますし、合体させることもできるというですね、もうロマンあふれる商品です。はい、というわけでですね、エンディングなんですけども、今回このこちらの会社を簡単に紹介しますと、2019年音楽愛好家の仲間が集まり、ミュージックプラスをコンセプトに2019年中国北京で会社を設立、そして同年3インチの手のひらサイズの Bluetooth 搭載レコードプレイヤーループを発売、そして翌年2022年レコード入門者にぴったりな Bluetooth 搭載ターンテーブルレコードプレイヤープレイを発売、そして今回ですね2023年にこちらレトロとスマホの融合、タイの初となる CD プレイヤーこちらスピリットが発売されたというわけです。この商品なんですけども、発売方法はですね、応援購入という形で幕開けというサイトで購入することができます。購入された金額がいきまして、新しいですね製品がこういったものがね出る可能性があるというわけです。今後が楽しみな会社、そして商品が楽しみだなと個人的にとても思っております。はい、というわけで今回は 3-in-1 タイノのスピリットという商品を紹介させていただきました。このチャンネルではですね、監督自身ですね、おこれはっていうガジェットですとか、自分の好きなですね映画ですとかアニメフィギュア等をざっくばらんにいいものだけを共有したいという気持ちとともに紹介しているチャンネルとなっております。興味がある方はですね、チャンネル登録をしてぜひ見ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。これはね使います。レトロな音楽プレイヤーのコンセプト CD プレイヤーの興味を欲しい。まずはこの反射してるな、上側の下再生していきたいと、最低この借金の30秒のデッキンドクス Bluetooth 転送は本体と比べると本体の方が重いですが、それまじゃあチャオ。